はい、こんにちは今回は撤退動画を撮ります、えー、相手は緑センター揃えをしている戦争で、えー、こちら手持ちの赤が枯渇してきました、えー、相手は緑センター揃えなので青英雄が余っていますっていう状況を想定していますなんとかボルドタスクを倒して 仲間に、えー、続きを託したいっていう状況でできるだけクランパスや、えー、バイオンを削っておきたいなっていうチーム構成ですクンチェンがスキルを発動する前に、えー、撤退しますはいきまーす、はい、今回の目標は、えー、ボルドタスクを倒すことだけです えー、まずここ行きましょうかねえー、パズルでどこまでボルドタスクにタスクに迫れますかねはいとりあえずここ行きましょうか、えー、ボルドタスクに、えー、スキルを当てたい えー、マナーオーソのボルドタスクに対して、えー、まずは、えー、この2人いきましょうかねえー、それではもう一応これ使いましょうかえー、スキル発動順としては残念なことになっちゃいました はいでは少しでもボルドタスクにダメージを与えるために、えー、ここ行きましょうか倍音がどこに来るはいではここで雪白姫使いましてはい目標としては達成です目標としては達成です ここからですよね。ここからですよね。えー、結構追い詰めれてますよね。では、クンチェンはなるべく刺激しないようにします。えー、今回チームパワーなど全然足りてないと思ってるので、負けると思ってます。負けると思ってます。えー、挑発が発動しちゃいました。えー、なんとか一旦回復をして。 これで、これでクランパスが、えー。なるべくクンチェンは刺激したくないです。えー、クンチェンにスキルを発動される前に、えー、撤退する動画なので、えー、クンチェンは刺激があった <coughs>、えー。それでは、クンチェンがスキルを発動しちゃいますが、しちゃいますが、 今はクランパスを倒せると思っているので相手の数を減らすためにも行きましょう、えー、撤退せずにいきましょうはい、えー、クンチェンに回復されちゃいましたが、えー、相手の数を減らした方がいいと思ったので今は撤退しませんでした えー、状況はかなり厳しいですね、えー、とりあえず、えー、まだくんここ行きましょうか、えー、今はもうあのワンパンされて倒れるので 少しでも相手にダメージを与えることを考えています、えー、ではここ行きましょうかはい撤退動画としては失敗しましたが、えー、チームパワーが1000もあるのに、えー、2体倒してなおかつ残り3体に、えー、残り3体を削ることに成功しましたはいありがとうございました